でもなんつうか引っかからねえ。そっちの軍師純曹から聞いた。王騎と連覇がお前との一騎打ちを避けたってな。でも本当のところは避けたんじゃなくてお前が相手にされなかったんじゃないのか。またあなたですか、凱孟さん。あなたは赤ん坊のまま猛牛になってしまった困った人です。無邪気に一騎打ちと言われても割に合わないんですよね。ここわかります。ぶつけ合うものができたらその時やってあげますよ。